どうも、スノホリの森田光也です。コブに来ました。はい。コブと言ったら何のヒントもなくて難しいね。片足ですね。コブと言ったら片足なのは光也だけかもしれません。コブと言ったら片足です。ということで今回は片足コブチャレンジやっていきましょう。毎年恒例。そうだね。じゃあ早速脱いでいきましょう。はいはい、脱ぎました。どうぞ。はい、ということでこちらにあるコブ、まあそれだけではないですね。今神楽スキー場に来ておりますけれども、まあ、神楽スキー場には無数のコブがあります。なのでそのコブたちを制覇していきたいと思います。片足見て。はい。なかなか今日見てる感じどのコブも深さがありますね。うん。春だから柔らかいし転んでも大丈夫そうだね。そうだね。転んでもあまり心配はしておりません。やっていきましょう。片足こぶやってきました。片足こぶのコツは？片足こぶのコツはこの溝があるでしょ、こぶの、うん、にちゃんと合わせる感じで、一応ですね板が1本少ないわけだから軽いよ、ね、軽い、うん、だから動かしやすいの板をね、うん。内足側と外足側どっちがやりづらいの？多分おそらく要は内足側の方がやりづらいって一般的に言われない？うん、ね、いいエッジをかましていくわけだから、うん、でもコブはなんかねバンクがあるからあんまり違いはなかったかな。へー。まあ、強いて言うならもちろん内だけど、うん、まあ、皆さんもこういう片足する機会ってコブだけじゃなくていろいろあると思うので、ぜひ片足スキーやってみると面白いかもしれません。ということでこの動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。